こんにちは。ナビゲーターの東条朝香です。世界ではコロナ対策が急務となり、米原子力空母が現状運用停止状態となり、潜水艦での感染も出てきている。潜水艦など密閉空間ではウイルスだけではなく、インフルエンザなど感染症にも気を使っている状況だ。潜水艦での生活空間は、ベッド1畳だけのプライベート空間があるだけ。それも寝転がる感じだ。何人もの海自隊員が生活している。潜水艦での広がりは一気に拡大する。それにしても、中国は人だけは大勢いるので、そんな状況下でも関係ないだろう。現在、米原子力空母が機能停止状態で、台湾海峡から仕掛けてきているのも事実だ。台湾をどう防衛できるのかも気がかりとなる。中国といえば初建造の強襲揚陸艦が火事となり、最悪のシナリオとなっている初の強襲揚陸艦デストベルキでも、運用するのだろうか？疑問だ。火事で思い出したが、豪州の潜水艦計画ももう白紙か。そこまでではないのだが、進んでいないことが分かった。では、豪州で建造するはずのアタック級潜水艦の話をしていこう。では、2019年7月、フランスでは、新型の潜水艦である、シュフラン級原子力潜水艦が、進水式を迎え、同艦をベースに、通常動力型に換装する予定の、オーストラリアのアタック級潜水艦にも、ようやく進展が見られそうだ。それでも、当初のスケジュールよりも、遅れが生じているこの、アタック級潜水艦計画は、合計で12隻の建造が予定されているとはいうものの、今や1隻5000億円を超える費用となっており、実現が危ぶまれている。ことに、2016年にオーストラリアがこのフランス湾を正式に決定するまでの、過程において、日本の武器輸出のハードルが下がった時期とも合致したため、初の武器輸出なるかと注目を浴びてた案件でもある。今でも一部に日本の逆転採用かと喧伝する報道もあるようだが、現実的にはもはやその可能性はほとんどないと言えそうで、武器輸出の経験値に勝る他国と日本とでは競争にならないのが実情だろう。海上自衛隊の主力兵器である潜水艦は、このオーストラリアへの提案にも上がった。そう、夕方がこのところ、毎年1隻ずつのペースで建造されており、次の型の3000トン級も、すでに寄港されている。そうした意味からも、無理に、オーストラリアに潜水艦を売買する必要性は、低かったとも思われ、果たして日本に決定していたら、今頃どうなっていたのかとむしろ、そちらの方を思うと、冷や汗者だったのではと感じる。そもそも、フランスは、押しも押されもせぬ武器輸出大国であり、
NATO の主要な加盟国でありながらも、伝統的に独自の兵器生産を維持しており、エジプトをはじめインドなどにも多数の輸出実績を持つ。特にアメリカと一線を引いた独自路線は相変わらずで、ラファールなどの戦闘機はそうしたニーズに応えた形でアメリカからの輸入が困難だったり高額だったりとされる国に導入されている。武器輸出という事象の人道的な観点からの否定ではなく、これをビジネスとして割り切って行うフランスと対峙して、潜水艦を売買するような立ち回りはそもそも今の日本には無理だったのだろうと思える。ただ反面、このオーストラリアのアタック級潜水艦計画でなくとも明らかなことであるが、必要と思われる兵器が自国で生産できないのであれば、必然的に売ってくれる国から購入するしかなくなってしまう。日本の場合、潜水艦や護衛艦などの艦艇はまだ自国で建造しているものの、次期戦闘機開発計画は存在しているとはいえ、戦闘機の分野ではもはや自国製造は厳しいのではないかと感じられる。いや、すでに護衛艦の兵装などを含めると、そのほとんどを日本はアメリカに依存している状態であり、オーストラリアの現状を見て他人事だとやり過ごすことはできないのではないかと思える。オーストラリアのアタック級潜水艦計画が本当にフランス湾をキャンセルするのかどうかは不明と言えるが、仮にキャンセルした場合の選択肢はドイツからの輸入しかないのではなかろうか。折しも2020年4月にはインドネシアが韓国からの潜水艦の調達計画を中止してトルコからの調達に切り替えるのではないかというニュースも伝えられている。興味深いのは、ここでトルコが用意する潜水艦ももともと韓国と契約を交わしていた潜水艦も、大元は両者ともドイツの潜水艦にたどり着くという点ではないだろうか。トルコは韓国と異なり、燃料電池式の非対機依存型機関を搭載した潜水艦を他国へ輸出用途で生産することも認められており、このライセンス生産分にインドネシアが傾いている様子だ。もし、これが現実となれば、インドネシアの行為が国際的な審議上から非難を受けることは間違いなさそうだが、相手国が韓国ということもあり、ある意味日本などでは多めに見られる傾向が強いようだ。インドネシアはまるで小さなインドかのように、西側からも東側からも各種の兵器を購入しているが、将来的にはこのままの路線で大丈夫かと少なからぬ危うさも感じてしまう。オーストラリアほどではないにせよ、新しい潜水艦を欲しがる国はその調達に少なからずドイツの影が見え隠れしているようにも思えるのだが、
身のところどうなのだろう。フランスとドイツはかつての複数回の渡り直接の戦争相手となった過去があるにもかかわらず、新型の戦闘機や戦車の開発においては利害関係が一致し、共同開発プロジェクトを推進している。こうした中で、オーストラリアがフランスとの契約を取りやめてドイツに乗り換えることがあるとすれば、フランスとドイツの関係性に与える影響がどうなるのか、そちらも気になる部分だと言えそうだ。オーストラリアのアタック級潜水艦計画が本当に通常動力型潜水艦として収益するのか、ちょっと常識の範囲を超えている調達価格に費用対効果も含めて改めて注目すべき時期ではないだろうか。こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2018年12月20日、海上自衛隊の航空機に対して韓国海軍の駆逐艦が射撃管制レーダーを照射した事件がマスコミを大いに騒がせました。一般の国民の間にもいろいろな取り沙汰をする人が増え、結果として韓国に対する目が厳しくなった一因と考えられています。これに関しては、日本の排他的水域中で韓国の駆逐艦と救難艇を発見したため写真撮影をしていたら、駆逐艦からレーダー照射を受けた。という日本側の主張と、北朝鮮の遭難船の救助作業中の駆逐艦に日本側が異常接近した。我々はレーダー照射はしていないという、韓国側の主張とが大幅に食い違ったままです。この時、韓国から照射を受けた航空機こそが最新鋭の P-1 哨戒機でした。P-1 哨戒機は対潜水艦探知に優れており、いわば日本の新しい目とも呼ばれる機体です。この機体は2013年から海上自衛隊に配備が始まりました。P-1 哨戒機はそれ以前のアメリカロッキード社製の P-3C 哨戒機の機とされ、純国産機として配備されました。P-1 哨戒機の開発は、防衛省と川崎重工業2社が担当し、川崎重工業は製造を担当しています。2019年時点で、すでに22機が配備されました。最終的には、合計70機を配備する予定となっています。この哨戒機の調達価格は、初年度2008年度の予算では、4機で679億円、1機約170億円ということです。F-35 シリーズ戦闘機などは約120億円ですから、それと比べても1機あたりの単価が高くなっていることは一目瞭然ですね。だからこそと言うべきか、
性能はぐんとアップしています。最大速度 996km、巡航速度 833km という数字は、F-35 シリーズの約 30% 増と言われますし、航続距離の約 8000km というのは約 20% 増ということですから、機体自身が高性能化したこと合わせて、配備数を減らすことも可能という推測もされています。とはいえ、これらのデータについては、当然ですが、海上自衛隊の最高レベルの防衛機密ですから、一般に公開された情報はかなりの部分で、制限されたデータと考えるべきと思われます。改めての説明となりますが、哨戒機というのは、自国領内へ近づく敵を早期に発見するために、上空から監視や警戒任務を行う航空機のことです。敵の潜水艦や艦船を対象として、広範囲に及ぶ索敵を、主な目的として行動する一方、海難事故などの捜索や救難、あるいは物資の輸送も可能な機能も備えた機体です。B-1 についてはそれだけではありません。この機体は特に潜水艦に対する高い探知機能が備わっているのです。海上自衛隊の通常動力型最新鋭潜水艦蒼龍型は敵に発見されにくいということで、世界的にも脅威とされているようですが、B-1 はこの蒼龍をも探知できると考えられているのです。この探知能力は、通常動力型の潜水艦だけなく、原子力潜水艦さえも捕捉可能と言われ、同盟国であるアメリカはもちろん、ロシア潜水艦の行動までも掴んでいると考えられているのです。こういう点を考えると、日本の海上自衛隊の能力は世界でもトップクラスということを、潜水艦隊と共に証明した存在と言えるのではないでしょうか。誰でも一度は聞いたことがある無人という言葉は、中国の古典に由来します。それは、どんなものをも貫く、矛、矛と、どんなものの攻撃を防ぐ、盾、盾を売ろうとしていた商人に、一人の男が、では、お前の売っている矛で、その盾をついたら、どうなるのか?と質問したところ、商人は回答できなかったのです。つまり、相反する武器は両立しないという理論なのでした。これを海上自衛隊に置き換えると、蒼龍潜水艦が矛であり、B-1 哨戒機が盾ということになるのかもしれません。この二つの性能は同時に両立し得ないということでしょう。B-1 哨戒機を盾に例えましたが、実際には魚雷や空対艦ミサイルとの攻撃用兵器を、この機体に実装することも運用上では可能と考えられます。というのも、機首の下に備えた爆弾庫に、対潜水艦用爆雷や魚雷を設置し、主翼の下に対艦船用誘導弾や空対地ミサイルを喧嘩吊り下げる、できる機構が備わっているからです。通常の任務以外、万一有事の際に、このような兵装が可能である、有用性を備えているということは、狭い国国土の割合に広い領海を抱える日本の海上自衛隊としては無視できない部分でしょう。しかし、前述の韓国海軍駆逐艦との対峙において、
B1 哨戒機が果たして有利だったのかと問われた場合、あくまでも否と言わざるを得ないのです。というのは、当該機体が武器対艦船用誘導弾を装備していなかったというだけではなく、仮定として実装していて、それを用いて応戦としても変わりはなかったと考えられます。理由は、近代的な駆逐艦には遠距離対応の艦対空ミサイルや中距離艦砲、近距離用の機関砲などの多くの防御傭兵層が装備されているからです。万が一にも武力衝突という場面になったら、駆逐艦の方が絶対的に優勢です。B1 哨戒機には量産化された機体としては世界初の光ファイバーを使用して操縦信号を送る飛行制御システムが採用されていますが、機体に搭載された各種の電子機器類が発する電磁波の干渉を低減させるとともに、より安全な飛行を実現させるための機能ということです。この機体に搭載されるジェットエンジンは IHI 社が製作した F7 ターボファンエンジンで、主翼の下に4機を実装する方法となっています。静粛性や高いパワーが期待され、しかも燃費の良さも兼ね備えているそうです。航続距離はなんと約 8000km とも言われていますが、それを実現させる原動力がこのエンジンなのです。従来の P3C 哨戒機は最大で約100機程度を配備していましたが、P1 の高性能さ、航続距離、連続稼働時間の延長が効率性向上につながり、今までより少ない機体数でも従来と同様の哨戒能力が確保できると考えられています。優れた P1 哨戒機、さすがに一度での全ての数を調達というのは予算的にも非常に厳しいのですが、現時点でも22機が配備されてしますし、少しずつにではありますが70機ぐらいを目安として配備が進められているようです。B1 哨戒機は現在 P3C 哨戒機を配備している青森の八戸基地や鹿児島の鹿屋基地、沖縄の那覇基地、千葉の下総基地に順番で配備されていく予定となっているそうです。というのも、機種の下に備えた爆弾庫に対潜水艦用爆雷や
こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本は最新鋭ステルス戦闘機を全部で147機導入予定だ。そのうち、F-35B ステルス戦闘機を42機導入する予定。この F-35B ステルス戦闘機は、なんと短距離離陸、垂直着陸が可能なステルス戦闘機だ。もう知っていると思うが、この F-35B ストベル機を艦載可能にするために護衛艦出雲や加賀の改修が決定している。その改修一番艦になる出雲が、ようやく改修スタートしたとの情報をキャッチした。詳しく見ていこう。2020年6月、日本の接続水域内を潜航したまま通過した中国海軍所属と、おぼしき潜水艦の追尾、警戒にあたり、海上自衛隊の護衛艦、加賀も、対応に出ていたことが報道によって明らかにされた。高い対潜哨戒能力を有する護衛艦、加賀は、今回の対応でも主体的な役割を果たしたと想像に難くないが、同艦の同型艦にして、一番艦の護衛艦、出雲は、航空母艦化の改修工事に入った。護衛艦、出雲は、2018年12月に閣議決定された内容を受け、神奈川県の横浜にあるジャパンマリンユナイテッドの磯子工場において、一段階目の航空母艦化改修工事が始まったとものだ。一段階目と表記したのは、今回の改修工事が大きく2回に分けて、実施されることになると考えられるためであり、この後護衛艦、出雲は、アメリカでの F-35B 戦闘機の適合試験を挟むと考えられる。そして、2025年頃に、ようやく2段階目となる航空母艦化改修工事を経た後に、おそらく2027年頃に晴れて護衛艦、出雲は正式な航空母艦として、再配備されるスケジュールで進むものと見られている。ちなみに、護衛艦、加賀の改修工事は、これより2年遅れて、2022年頃の開始が見込まれているが、護衛艦、出雲と違い、一度で改修を実施するため、航空母艦としての完成は、逆にこちらが早いと考えられる。アメリカでの F-35B 戦闘機の適合試験は、これまでに就役している航空母艦、イギリスのクイーン・エリザベスやイタリアのカブールも実施しており、F-35B 戦闘機の運用を行う上での必須項目だ。日本においては、航空自衛隊所属となる F-35B 戦闘機の運用訓練も、護衛艦、出雲、加賀、の改修と同時並行で進められると見られるが、アメリカが岩国基地に配備する同機を用いた訓練も含まれよう。どちらにせよ、護衛艦、出雲、加賀の航空母艦としての戦力化は、今の予定では2028年頃が最短だと考えられており、完全な戦力化までは、さらに、ここから2年ほどを見込み、必要がありそうだ。
航空自衛隊が調達する F-35B 戦闘機の数量は、現状で42機が予定されており、航空母艦化改修を終えた、出雲、加賀、には6機1組の、飛行小隊単位での運用が行われるものと考えられる。しかし、日本政府は、改修が完了し、航空母艦となった、出雲、加賀、に、対しても、常時 F-35B を艦載機とする運用は、行わないと表明しており、今後、これが、その言葉通りとなるのか否かも、注目だろう。護衛艦、出雲、加賀、の航空母艦化改修が表明された後、カタパルトを装備しない同艦2隻では、固定翼の早期警戒機イニティや、空中空輸機の運用ができないとして、作戦能力の限界を指摘する声もある。これに関しては、例えばアメリカ海軍のような大型の原子力空母であれば、まさにその通りだろうが、護衛艦、出雲、加賀、が、モデルケースとする艦艇では、世界的にも、ごく一般的なことだとも言える。具体的な例としては、アメリカの最新鋭、アメリカ級強襲揚陸艦でも、固定翼、機の運用はできず、先のイギリスの、クイーン・エリザベスやイタリアのカブールでも同様である。イギリスのクイーン・エリザベスは哨戒用のヘリコプター運用を想定している模様だが、確かにこちらの調達にも苦慮しており、最大50機近くの艦載機を搭載可能な艦艇としては問題だろう。しかし、翻って、日本の護衛艦、出雲、加賀の艦載機数は、6機前後であり、アメリカ級強襲揚陸艦も、最大で約20機程度のため、F-35B 戦闘機に実装されるレーダーの相互リンクで代用すると見られる。この運用は、確かに、早期警戒機 2D に比べて、大幅に遠距離の索敵能力に劣ることは事実ではあろうが、あくまで F-35B 戦闘機を艦載機とした限定的、軽空母的な運用においては許容範囲内なのだろう。今回の護衛艦、出雲の第一段階の改修工事には約31億円が投入されるが、これは飛行甲板の耐熱加工や発着管時に必須の誘導灯などの設置に充てられ、大規模な改修は2回目になると目される。一方で艦載機となる F-35B 戦闘機については、2020年度予算で約793億円が計上され、ここに最初の6機の調達費用が含まれており、概算で1機あたりがおおよそ132億円だということが見て取れる。今後、F-35B 戦闘機は、総数で42機まで調達することが決定しているが、これらの配備先となる、例えばアメリカ軍で言えば岩国基地などの、地上の航空自衛隊基地がどこになるのかは未定のままだ。個人的に、早く約国が買収を決定した鹿児島県の馬毛島あたりに、新造される拠点に、これら42機の F-35B 戦闘機の機体の一部が、
配備されることは間違いないのではないかと推察する。これは、馬毛島がアメリカ軍の空母艦載機の発着訓練場になることや、現在の日本が置かれた中国からの南西方面の脅威を考慮した場合、最も合理的な地理上からの配備場所になると思えるからだ。